めっちゃ寒い。箱根に来てます。さあ今朝8時半ぐらい、まずは箱根神社に行こうと思います。足の子すごい綺麗、めっちゃ綺麗やん。めっちゃいいわ、足の子があって。いや癒されるわ、ほんまに。走らね、走らなくて。こっちゃ、なんかさっき2匹ワンちゃんが先に行きました。嬉しいね、どこちゃん。初めての箱根だね。ちなみにここピンクやから。ほんまや、ここピンクやん。ニューバージョン、ここピンクです。ほんまに、ほんまに綺麗ね。鳥居を抜けました。さすがに抱っこで。今修理中みたいですね。えらい階段を登ってきましたよ。これずっとパパタクシーでココちゃん連れてきました。この龍神水、ここのお水は持って帰れるらしいです。でペットボトルも専用に販売されてると。冷水であるゆえに手のひらに受けて口をすすげば一切の不浄を洗い清めって書いてあるから、私不浄だらけなので。よろしく。すすぎます。清らかになりましたか、心は。よかった、で、ココちゃん。ココちゃん、ココちゃんと我々には全然関係ないんですけど、これが有名な安山杉ですね。でかっ。大きい、すごい迫力。いや、もしこれから出産に臨む方いらっしゃったら、ぜひご利益があればと思いますね。ぽーちゃんは見れないかもしれないけど、いっぱいコイがいます。すごい、箱根の神社にコイがおると思えへんかったね。ぽーちゃん紅葉してます。すごいね。はい、ここちゃん、ママ来てる、ママ来てるよ。実はこの御朱印帳、箱根神社で買ったやつ。買ったやつだね。だから2回目の参拝になります。初めてのやつが一番初めのページ、これ25年、今は30年、5年前だね。めっちゃ綺麗やな。ちょっとデザイン変わってるやん。え、あ、スタンプのな、お前な。はい、はい、おみくじを引きました。私吉です。小吉。小吉、いいじゃない、伸びしろが2人ともありますよ。こっち前来た時は行かなかったもんね。そう、行ってみたかったんだよ。わあ、すごい綺麗ね。ちょっと足元気をつけんと、足見て。じゃあ私今カメラ回してますけど、全然画面見てませんから。足元見な、本当に危ない。大丈夫ここ。うん、わあ、すごい、すごいです。今お客さんがいないので独り占め。わ、すごいすごい、わ、すごい、あっち釣りとかしてる人がいる。いやー、すごいです。なんかこの鳥居のこの横道から帰れそうな気がするので、ちょっと探検してみます。私ほんと手袋してちょうどいいぐらい。足もレッグウォーマー。あ、ほんと？めっちゃ手かじかんでたもんね。寒かったけど、歩いてるうちにかなりいいよ、いい景色、めっちゃいい景色やな。湖畔が、うん、
ここちゃん新しい匂いにクンクン。なんか音したな、ここちゃん。何の音や。あ、ここネットで載ってた、この橋。あ、ここにあったんや。すごいすごい、船とスワンが水面を、鳥が飛んでるわ。すごいね。ここちゃんどう、この景色。これを見せてあげたかったんや。綺麗だね。綺麗ね。いやー、すごいいい日に来ました。本当に涼しくいいし、うん、まさに探検じゃないですか。本当にどこに通じてるか分かんない分かんない。方角的には合ってるとこもあるから、うん、駐車場あっちやったと思うし。ここちゃん、よう歩くやん。ここちゃん、探検だね。探検探検、くんくん、ほらほら、はいはい。おー、いろんな匂いがする。さあ行きましょう、行きましょう、ここちゃん。おーおーおー、どうした、ここちゃん。めっちゃご機嫌やん、ここちゃん。さっきちょっとした階段を駆け上がってましたよ。そうです、うん、すごい。誰よりも先に行ってるな。楽しいんだ、ここちゃん。ここは何やよ。ここ何かな、箱根や。よかったね。来た甲斐があるな。こんなルン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 で、めっちゃ嬉しそうや。このお尻の嬉しそうなお尻。空気が綺麗だよね、やっぱちょっと。うん、美味しい空気。あ、これ危ないね。ここで落ちたらここちゃん凍えちゃう。あ、ここにね、出てくるのね。はははは、入り口ですわ。入り口に通じてた。ここここ。この入り口に通じておりました。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。11月の3連休に2回目となる家族旅行で箱根に行ってきました。やっと動画まとまったので、今日からしばらくは箱根動画をお楽しみいただければと思います。次はね、芦ノ湖でここし初めてスワンボートに乗るの巻きを撮ってきましたので、そちらね、ぜひお付き合いください。じゃあまた。